ナズモのレーダーがついておりますので、こちらは日本のイージス艦であるということがお分かりいただけるかと思います。ちなみに178番、それから今右手に見えている119番、この2隻も長崎県佐世保基地からやってきているということですね。こちらの2隻も横須賀ではなかなか見られない船になります。さあ、ただこの辺りまで来ますと、やはり、ヘリコプター搭載護衛艦の伊勢、この船非常に大きいので、この船が一番目を引いて、いろいろご案内させていただきました。今日本全国には全部で5カ所主要基地があるというふうにご案内させていただいたんですが、旧海軍時代から、こういった基地が置かれていた町、旧軍港4都市というものがありまして、その4都市という話になりますと、青森県の大港が抜けまして、ここ横須賀、それから長崎の佐世保、広島の呉、京都の舞鶴、この4つの町になります。現在ですね、この4つの町では、それぞれこういった横須賀軍港巡りのような、クルーズが行われておりまして、今ですね、少しずつコラボレーション企画というものを進めております。すでにですね、横須賀軍港巡りと、呉の方で行われている呉湾艦船巡り、このクルーズはですね、コラボレーションを行われました。当社の YouTube チャンネルでも、動画上がっておりますので、ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。そして今後ですね、本日ご紹介